で、今日は何をするかっていうと、まあ運動量収支。まあ運動量収支の話を続けていくんですけど、運動量収支の式ってそういえば書いてなかったなと思うので、ちょっと書いていきたいと思います。教科書の P42 ページから、全ての運動量の流入速度引く流出速度と、外力ですね。これがゼロになりますよということを言ってるんですね。で、これはまあ運動量収支、つまり運動量保存則をやってるんですね。運動量保存則っていうのをやってる。で、先週は平板間の話をしましたけど、まあ、今週は、円筒の話をしていきます。円管か。円管に流れる、水の、まあ水っていうか、まあ流体か、まあこういうことをやろうとするんですね。で、まあまた例によって図を書いていくわけですけど、まあこういうふうな円柱があると。円柱の中を、円柱は円管か、水が入っていって水がバシャバシャ出ていくと。で、この円管の直径は 2R だとしましょうと。で、長さは L だとしましょうと。まあこういうふうな状態で式を立てるわけですね。で、じゃあどういうふうな感じで運動量の収支を計算するかっていうと、じゃあこれをちょっと大きく拡大して円管の中の断面を見てみましょうってことやるんですね。この図が書きにくいんですけど、まあ、これが円管の断面だと思ってください。で、円管の断面の中心にこういうふうに中心線を引きます。
でこの教科書ではセンターラインということで CL っていう文字を使ってセンターラインっていうふうに書いてます。で円管の長さはまあ L ですね、当然 L で、その中に微小領域を書くんですけど、まあ、今回円管なのでちょっと勝手が違うんですね。まあ、その前にちょっと座標系を設定しましょう。今下向きに Z、横向きに半径 R ができています。まあ、こういうふうな下向きが Z の座標系ということですね。で上から下に水が流れている流れ方向に正の座標系を取るといろいろと式が立てやすいと。じゃあ微小領域はどうするかっていうと、厚さ R の微小領域ってこういうふうに書くんです。まあちょっと難しいですね、書き方で。これ断面なのでこう円筒になってるんですよ。トイレットペーパーないかな。ああトイレットペーパーないか。どっかにいつもトイレットペーパーがあるんだけど、トイレットペーパー授業中にトイレットペーパーを探す教授に。まあいいや、トイレットペーパーみたいになってて円柱なんです。円柱の断面を書いてると。でこの微小領域を、まあ、黄色で書くとするか、こいつはまあ、こんな風になった。で、ここが R。で、ここの、これセルの厚みっていうんだけど、ここをデルタ R とすると、セルのとこまでは R プラスデルタ R だよということね。で、じゃあまずは上から下、今 Z 方向に流れる流体を考えるので、どうしようかな。運動量 Z の運動量 Z についての、まあ、運動量収支考えるんだけど、まあ、まず大前提として、簡単にするために Z 方向の流速は R 方向のみの関数ですよと。で、VR と Vθ は0です。まあ、こういうふうな前提を置きます。これ仮定ね。でよかったかな。であもう一つ仮定があった。圧力っていうのは Z 方向だけの関数ですよということで、こちら側からこちら側に向かって Z 方向の関数になってるよと、まあ、この3つが、重要なあの仮定ですね。でこれに基づいて運動量の収支を計算するんだけど、まずは Φ の ZZ に関して入り口、出口、
Φ の ZZ っていうのは、ここで、で出てくるやつがここなので、運動量収支を計算するときはこいつね、全運動量かける何だろうな、断面積か、断面、表面、断面かな、まあ断面積が必要なのね。だからここの面積は部分ね、この教科書ではワッシャーとか言ってるけど、まあワッシャーのような形まあこっちに書こうか、どうしよう、まあそこに書くか。まあ上から見るとちょうどこんな風な格好してるわけね。で内側が R で、幅がデルタ R だと。でデルタ R が十分に小さい時、面積 S は内側の円周かけるデルタ R、 すなわち、ここはあんま使いたくないんだけど、 2πR デルタ R と、まあそうなるよねっていうことで、入り口の風になりますね。で次が、φRZ ね。φRZ の面積はここですね。ここ。ここ。これはまあ円筒みたいなもんだよね。円筒の側面の面積なので S イコール、2πR、 2πR でしょ、円周だからね、に L をかける。出口は、R のところが R プラスデルタ R になるので、まあ、こんな感じかな。でちょっとまあ便宜上ですね、これを
まあ、こういうふうに書き換えます。まあ、この部分を、こちらとまとめて一つの関数にすると、まあ、こんなふうに書けるでしょっていうふうにすると、まあ、あとあと楽なので、であとは外力の影響があるよねっていうことで、外力っていうのは今この円柱の中に水が、まあ、液体が流れて、流体が流れてるので、流体は地球の上にいる限り、まあ、重力を受けるわけですね。で、重力っていうのは何に比例するかっていうと、当然質量に比例するわけですね。ですからこの微小区間、ここね、ここ微小区間って呼んでますよね。微小区間、まあ括弧シェルですけど、の体積が必要。体積は、面積が、断面積はここね、でこれだからに長さ、それに重力加速度、これがまあ外力だよと。はい、でじゃあ今度はそれを運動量収支ね、運動量収支に直していくと、まあ、引き算足し算ですね、ここを引き算していくね、こんな感じね。で、じゃあこれを、全体を体積で割ってあげると。とどうなるかっていうと。2πr デルタ r なので 2πr デルタ r、 l だけが残るから l で割って、ここのところね、次はここ 2πr l なので 2πr l なので、r はこれ関数なので残してあげると 2πl で割ってあげると、そうすると間違えた。2πL、 2πデルタ RL ですね。なんでやったっけ。
まあいいか、まあ、これで割るのでちょっと計算が変わりますね。ちょっと書き直します、すいません。まあこれで割るんだけど、教科書通りやるとこちら側が最初に出てくるので、こちら側からやっていきますね。2π デルタ r で割るので 2π デルタ rl で割ると、こちら側は 2π デルタ r で割ると 2π でデルタ r 消えるので、で重力のところは2π のデルタ RL で割るので RG だけやろうか。でここの R とここの R をくくってあげるんだけど、その時に、まあ、デルタ R をとりあえず0に持ってこうっていうことをやりたいのね。順番入れ替えたのでマイナスはここにつきますね。で、まあこんな式になるよねと。で、この部分を右辺に動かしてこいつを微分にすると、あるじゃない、 Z か。まあ、こんなふうな微分方程式が作れますよってことですね。で、ここの過程を思い出すということなんだけど、ちょっとここに書くスペースがないので反対側に書いていきますね。まあ、φRZ って何ですかっていうと、マイナスの
これですね。で、ファイ ZZ っていうのは、まあ、こんな風になってると。で、まあ、この関係を、今導出したこの式の中に代入していくわけですけど、その時に、まあ、この仮定を使うってことね。で、ちょっと板書しにくくなって悪いんだけど、この辺から消して、まあここ消すか。まあ、これを計算してあげると、こういうふうに、もうちょっと、カッコが足りない。まあいいか。こういうふうになるよね。ファイ Z を代入してくると、こいつを入れるわけだ。で、さっきこの過程で VR イコール0なので、この項は落ちちゃうから、こうなる。で、次はこれはどうなるかっていうと、これを書いていくのね。さあ、これどうなるかっていうことですけど、まあ、もともと VZ は Z の関数じゃないよって入れてるので、これ0、これ0で、ここですね。ここはちょっと分かりにくいんだけど、まあ、入り口と出口で VZ の速度は変わりませんよっていうことを、まあ、仮定してるんですよね。なので、結局のところ0なんですね。故に
ちょっと板書がぐちゃぐちゃになりそうな雰囲気ありますけど、大事なことを忘れた。ごめん、今日はダメだ。ここにちょっと戻ってください。ここ注目してください。圧力入れるの忘れてた。放線方向だから圧力は必ず発生しますね。流体が流れてなくても全運動量収集の中に圧力必ず出てきます。この圧力を入れるのを忘れました。なのでちょっとやり直します。ここだけね。すなわち、L を作っとこうか。こんな感じで、この、右辺第1項のところを、括弧のところを全部やろうと思いますね。で、まず圧力なんですけど、ここに圧力が発生しているとすると、この圧力を P0、 こちらの圧力を PL としますね。なので P0 引く あ、ラウンドで書くか。すごく見づらくて申し訳ないんですけど、まあこんな風になる。まあどうせ消えちゃうのでいいかみたいな安易な気持ちですけど、それじゃダメだろうってな。今日はダメだな。で、繰り返しになりますけど、 Z はR のみの関数仮定しているので、これは0で、入り口と出口の Z は等しいので VZ は等しいですね。消えちゃう。で、そうすると P0-PL の L プラスロー G っていう形になります。で、これをですね、ちょっと書き方として、P0 足すで終わったかな、引くか、引くロー G0 マイナス PL のロー GL、 こういうふうに書きます。これは0ですね。0って書いてます。こういうふうに書いて、花文字っていうのを使って、
こんな風に書いちゃいます。この部分が書くところが、まあいいや、ちょっと後で返す。で、そうするとここのところが見てて、あ、いてててて、こんな風になって、それに R の掛け算ですね。ここの R の掛け算が来るから、これが求めるべき微分方程式ですよっていうことです。で、ちょっとだけ細かいことを言いますと、P の書き方っていうのがあって、小文字はこう書くんですね。書き順的にはこうなって、こうまあくだらんから、まあいいや、まあ、くだらんけど君らの役に立てばと思いますけどね。まずこう書いて、でこう書いたら次はこう持ってくる。これが P ね。で、大文字はこんな風に書いたっけ。こうね、こう書いて、こうです。で、花文字は、まあ、僕もあんまり得意じゃないんだけど、こう書きます。こう書いて、こう、こうね。こっちは出る、こっちは出ない。これは一筆書き。ちなみにロー、密度のローは、こうですね。こう書く。だから、この小文字、大文字でよかったかな。いや、まあそういう風にしてるっていうだけの話なんですけどね。この2つが逆転する人もいるかもしれんけど、まあ、私の講義ではですね、こういう風にしてます。大文字と花文字とローマ字のロー、まあ微妙に違うのね。それを全部認識してください。なので、今私の板書でもちょっとおかしいっちゃおかしいですか。こういうのと、この花文字のところ、ここは違うっていうのを分かってください。まあ皆さんの答案用紙でもしっかりと花文字のことを意識して書いてくださいね、ということであります。で、次は、微分が終わったので、ちょっと今早かったかな、番手消すのが、ごめんなさい。まあこれですね。で、これの微分方程式解けましょうっていうやつやると、
こっちやるか。微分方程式を解くと、じゃあまず式を整理しないとね。こんな感じで両辺をミューで割ってこの形にしますね。で、積分しますので、ここにマイナスつけておこうか。こんな風な形で積分できますね、ということ。不定積分ですね。で、ちょっと分かりにくいんですけど、これが歪み速度っていうんですけど、で、なんだっけ、境界条件、バウンダリーコンディションは、R イコール R の時、じゃあは、R イコール0の時、つまり中心ですね。中心の時、歪み速度は有限っていう仮定を置くんですね。ちょっとこの円の中心っていうのは数学的には特異点になってしまうので、そこにおける現実的な境界条件を入れなきゃいけないってことですね。すなわちこの R 分の C1 っていうのがあって、これが R イコール0ですと発散してしまうから有限ですよと。すなわち故に C1 は0でなくてはいけないと。そうすると これが歪み速度の分布を表す式ですね。で、これもう一回積分してあげると、ここに R がつくね。 R がつく。となります。で、またバウンダリーコンディションが出てきて、今度は間の壁 R イコール書けないか、どっちかか、どっちか、
R イコール滑りなし境界条件っていうんですけど、まあこの缶の壁面上ではですね、速度はゼロですよと、缶が動いてないからね、缶壁がね、まあそういうことを仮定してると。なのでVz イコール Java、 4μLR 事象プラスシンと、はいってなりますと。なので C2 イコール、まあこうなると。でこれを元に戻すと、こんな風になるので、まあ、これが与えられるべき式なんですね。 VZ イコール 4μL 分の P0 マイナス PL の R 事乗1マイナス R 分の L の R の事乗、まあ、こんな感じですね。まあ、これが与えられるべき式だということです。で、あと30分あるね、よかった。まあ、こんな風な形です。でまあ、これ見たら分かる通り R についての二次関数ですね、なのでえ最大流速は VZMAX は、R イコール0の時ですよね。ここマイナスだからね。まあやってもいいけど、あんまり意味はないかな。まあ一応やるか。いや、まあめんどくせえな。一応やるか。積分を、微分を取ってあげると、
これ全体の括弧ね。あれなんで？あ、そうか。こうやったらあかんのか。なんでだな。まあ、R イコールゼロの時か。まあ、VZ 自体は、こうなりますよね。で次が、体積流量か。体積流量 Q っていうのはどういうもんかっていうと、まあ円柱はね、円管を上から見ると、こうなって中心があって R で、そこのところにこうちっちゃな扇形の微小領域を考えると、これが d シーター、ここのところが dr、 まあこの微小領域を円管全体にわたって足し合わせることによって体積流量が出ますよねと。でそれを式で表すと、まあ、こんな風になるわけですね。なんかわかる？このこういうやつが、こういうやつがね、ずっとこう長さ L だけつながってるのよ。 L もどっかに入れなあかんな。ああ違うか、違う違う違う、長さ L じゃなくて、ごめんごめん、ちょっと今日おかしいな。VZ だけね、あるわけね。で、なので積分としてはシンプルで、ここに VZ は θ の関数ではないので直ちに積分できて、で0から R のところの積分は、ん？ちょっと待ってね、 R が足りないか。ああ、なんか今日ダメだな。こんなんじゃ優待の講義できないよね。ちょっとしっかりとやりますか。円管を上から見て中心があって半径 R ですよと。でそこにこういうふうな扇形の微小領域があって、これが dθ、 ここが ΔR、 扇形の端までが R とすると、この部分の体積っていうのは、VZ に
R デルタ R をかけて D シータになるよと。でこれを、まあ、全体にわたって積分すると体積流量になるよってことね。なので私ここに R を入れるの忘れましたね。でこれからこれを積分していかなきゃいけないという苦行があるわけですね。R に変えてくださいね。積分範囲がおかしいよね。でこれ R でやると R3 乗 R1 乗通分すると4分のじゃあ2分の4なので引き算すると4分の1ですね。なのでこれは2で割れるから8 μL I で R の掛け算はこの2乗とこの2乗が残るから R の4乗だよねと、ということでございますね。まあこんな風にですね、体積流量の計算はめんどくさいです。で私も間違えましたけど、なんかこの R が微妙に忘れます。円柱座標系であるがゆえにこの R が出てくるというべきでしょうかね。まあ、この R 忘れますので、積分するときは忘れないようにしてください。あとは平均流速かな。平均流速は Q 割る S なので、S イコール IR 事乗を代入すると風になるよねということで、まあ簡単に計算できますねということです。でよかったかな。でこれはちょうど、平均最大流速の半分だよねと。なんてことも簡単にわかるということですね。はい、まあこういうふうな形で、ああ今日ちょっと早く終わったな、終わるな、だけど終わっていいかな。はい、で
ここにスペースがたまたまあるので少し書き足しますと、どういうバウンダリーコンディションを使って積分定数を決めていったかってことですね。最初は R イコール0で、DVZ DR は有限で、もう一つの積分、境界条件は滑りなし境界条件 R イコール0の時 V の Z は0です。で、まあこういうふうな2つの境界条件を使って積分定数 C1、C2 を決めました。で、世の中にはですね、こう円管の中にもう一つ円管が入っているような、まあ、二重円管っていうのがあるんですね。で、二重円管の中に流体が例えば上から下に流れるときに、ああそうかそうか、まあいいや、まあ、こんな風な流速分布を示すんですけど、まあこういう風な条件では例えばこんな風な形で、R1 にしようか、 R1、R2 ということで、 R1 イコール、じゃあバウンダリーコンディションとして R イコール R1 の時 VZ イコール0、 R イコールR2 の時 VZ イコール0、まあ、こういうふうな境界条件も成り立つわけですね。で、ちょっと言い忘れたことが一つあって、だからこの円管の中の速度分布っていうのを書いてみると、真ん中が一番速くて、であとは二次関数になるので、こういう放物線上の速度分布になる。これを言うの忘れてましたね。放物線上の速度分布、あーなんかここに書いてあったんだねということでございます。今日はなんか早く終わってしまったんですけど、多分板書が早すぎたのが理由だと思います。15分遅れてスタートして15分早く終わったってことは1時間しか講義してないので、1時間でこれだけの板書をしたってことは初めて初見の人は非常に大変だったと思いますので、まあ、今日の内容も YouTube にアップしておきますけど、手を動かしてですねフォローしてください。で、来週はですね、こういう、まあ、二重円管とかですね、まあ、そういった境界条件が違うときに式がどう変わっていくかっていうのをやっていきたいと思います。で、再来週は、第7週になると思うんでテスト対策の話をして、でその次の週が期末テストと、Q3 の期末テストという感じで進めていきたいと思います。何か質問ありますかね。大丈夫ですか。じゃあ、また来週お願いします。